MRE に含まれるフーア・バーの古いデザイン兵士の燃料バーは一般にはフーア・バーとして知られている。1996年にアメリカ軍によって開発された乳製品をベースにしたカルシウム摂取用のエナジーバーである。当初は MRE、MCW、FSR など兵士の個人用やセンレーションに含まれていた。名前の由来は軍事スラングのフーは フアにちなむ。通常は、アメリカ軍の兵士によって消費され、当初は放送の片側に、ーア、および、アメリカ陸軍紋章が、もう片側に、ウーラ、および、アメリカ海兵隊紋章が印刷されていた。新しい放送では同じ側に、両方のロゴがある。商業用のバージョンではその代わりに、アメリカ合衆国の丸いロゴを特徴とする。最初の軍用フーア、バーは、 アップルマイナスシナモン、チョコレート、ラズベリー、クランベリー、ピーナッツバター味だった。ファーストストライクレーションに含まれる。ファーストストライクバーは、ピーナッツバターが、木カに代替されている。2004年、ダンドレアブラザーズ LLC が、フーア、バーの商業販売を許可され、同年に、市場へ販売を開始した。バーは現在では、フーア、ではなく、兵士の燃料と名付けられ、 270から280カロリー、10g のタンパク質、8から 9g の脂肪、40から 42g の炭水化物を含む。ありがとうございます。